眩しい。今日の朝ごはんは昨日スーパーで買っておいたこのタンナパクルいただきます。なんかマルブールの黒糖バージョンみたいな、すごく美味しいです。すごい超南国。昨日暗かったから分かんなかったけど、あ、ここです。これがキャンプ場の入り口なんですけれども、ここでなんかコーヒーとか、まあ、開いてんのかな。まだ開いてないと思う。10時からなんでね。そうそうそう、またよしコーヒーファームということで、ここでコーヒーを飲むことができます。ということで沖縄旅2日目、今日はどこに行きますかというと、沖縄の北の方にあるやんばる国立公園というところに行きたいと思います。最近世界遺産になったところですね。やんばるクイナって多分聞いたことあると思うんですけど、僕もよく分かってないけど鳥なのかな、あれって鳥でいいんだよね。やんばるクイナのああいった黄色いさ、ヤンバルクイナに注意みたいなやつがあるんですけど、僕オーストラリアを一周してる時にペンギンに注意の看板を見たことがあるんですよ。でそこでイエーイって写真撮ってるやつがあるんですけど、それすげー映えて、すごいなんかみんなからわーいいねみたいな感じで言われてたんで、今日はねそのヤンバルクイナ自体を探すというより、そのヤンバルクイナの看板を見つけたいなというふうに思っています。まあこの仕事沖縄コンベンションビュールさんと、まあ、ジェットスタージャパンさんからいただいてるお仕事なんですけれども、沖縄コンベンションビュールさんもびっくりするよね。ヤンバルクイナのを展示してるなんかその何資料館とかじゃなくて、その看板を見つけに行くというねまあでもコロナ禍ということもあって、そういった密を避けれるような遊びっていうのもまあ一つ提案したいなというふうに思いまして、で看板を集めてる人って意外といるよね。看板とかマンホールとかね、あとあれとかも、まあ、結構ローカル感出ていいんじゃないかなというふうに思ってるんで、それを今回は探しに行きたいと思います。イエーイ、ヤンバルクイナ見つけたぜただちょっと道の真ん中すぎて、あと溝があるからなんかいい感じで写真撮れないから、もうちょっとなんかいい感じのとこで写真撮りたいなというふうに思います。っていうかね、まあ正直言うとヤンバルクイナのあの看板どこにでもあるわなんかもっとレアなんかなって思ってたら、で全然違う、もう10分いや5分走ったら1個あるぐらいのレベルでたくさんありました。写真は撮ってないけどヤンバルクイナの看板は見つけたと。でもヤンバルクイナは見てないよねということで、今から、向かうところがヤンバルクイナ生態展示施設みたいな、保護施設みたいなやつが、あ、ここあ違う、何これ、ここ、お、バイクあるやん、あれちょっと待ってみんな、今何が起こったかというと、全然動画で関係ないんだけど、今これこのバイク僕知ってる人なんですよ。僕が前回日本一周した時に、あれ何県、富山県であったんだ、富山県であって僕取材したんですよ。で取材した彼の記事出てるって僕のブログに出してるんですけど、マジでたまたまです、これあったの。じゃあ堀岡弘樹くんの取材した記事めちゃくちゃ面白いんだ。19歳で日本一周して、日本一周しながら20歳になったみたいな感じのすごい若くて元気で超イケメンな子なんで、お久しぶりですっていうのを撮ろうと思って、はい、ずっと回してたんだ。あ、そうですか。そしたら今ちょっと写真撮るために、はい、直した瞬間に来ちゃったっごめんなさい、タイミング悪かった。これヤンバルクイナ出ますって標識は撮ってきました。あれなんかさ、いやいっぱいあるやん、あれ、はいはい、その標識で、僕もその動画でさ、ヤンバルクイナの標識撮るぞみたいな、はい、やって探せ探せって言うの、意外とめっちゃあるやん。あ、ブログ見てくれました？割と評判でした、友達にも。あ、結構わかりやすく多分できてると思う、ね、俺のあの拙い話をあそこまでちゃんと記事にできるの、なんか当たり前ですけどすごいなと思って。貼っとくんで見てください、彼の旅論みたいな人生論じゃないけど、これすごい、19の頃ね、旅を始めていろいろあって旅しながら二十歳になったみたいな。そうです、めちゃくちゃ面白いから、僕彼のブログ書いてるんで見てください、ぜひ見てくださいまた日本を撮ったら会いましょう。はい、また。ありがとうございます。ということで、気を取り直してヤンバルクイナ生態展示学習施設にやってきました。早速入ってみましょう。ヤンバルの森世界自然遺産登録おめでとうございます。パークゴルフも隣にあってすごいいい感じですね。あ、これかクイナの森、これ実物大とかですかね。今のはボケです。あ、見て、鳥インフル、豚コレラ予防、一度足底を洗ってね。それでは足底洗います。はい、ヤンバルクイナが発見されたのは1981年度、意外と最近です。発見時に驚かされたのは飛べない鳥であったこと。天敵となる肉食性哺乳類動物がいないヤンバルの森では飛んで逃げる必要がなく、飛ぶことをやめてしまったのです。しかしハブを退治するために放たれたマングースや野猫によって捕食され、2005年には生態数が約700羽と推定されました。また外来種だけでなく、側溝に落ちたヤンバルクイナは地上に上がれずに死んでしまうこともあるそうで、現在一部の道路では側溝の片側に傾斜をつけて落ちた動物たちが上がれるような工夫もされています。
ヤンバルクイナのことだけでなく我々人間がどうするべきかなどいろいろ考えさせられる学習施設でした。はい、ということで、ヤンバルクイナ見てきましたけれども、超可愛いじゃんヤンバルクイナって。でもやっぱりあれなんだね、ちゃんと保護してあげないとなかなか今のこの環境、なんか側溝とか溝とかね、さっき僕ヤンバルクイナに注意みたいな感じでここ溝があるから無理やんみたいな言ってたんですけど、ああいうのもやっぱヤンバルクイナにとって良くないなっていう風感じで、こうしんみりこう考えさせられるような、施設だったなというふうに思います。写真を撮って SNS 拡散よろしく、イエイ。はい、ということでヤンバルクイナ生態展示、施設を見たんで、これから沖縄最北端に向かいたいと思います。着いたぜ辺戸岬、沖縄最北端やってきました。わーお、いいね。いやーすーげー、やっぱ本土、日本本土の方とやっぱ違うね、景色が全然ちゃう。ウェイ、めっちゃバイクある。ようこそ沖縄最北端辺戸岬へって書いてある。深呼吸をしよう。ヘルメットが曇った。ということで辺戸岬歩いていきましょう。僕ですね、今ここに初めて来たんですけども、印象として僕オーストラリア2年間いてオーストラリア一周したんですけど、オーストラリアにあるグレートオーシャンロードっていうとこあるんですよ。世界一美しい道って言われてるとこがあって、まあ、車の CM とかもそこで結構撮影されたりするんですけど、そのグレートオーシャンロードの近くっていうか、まあその周辺にすごい見えてます、この感じすごい。だってさ、ちょっと待って、これ多分一眼じゃないと見えないと思うんだけど、あれとかもう もはやモンハンのリオレウスいるとこじゃんと思って。ホイドで沖縄最北端やってきました。さっきすごいことなってたよ。うわーすごい、水しぶきすごい。あ、ダメだ、これ帽子飛んでいくやつや。はい、ということで辺戸岬はこんな感じでございます。すげー、こっちから見てもやっぱすごいね、あそこのモンハンみたい。マジでいらっしゃい、行くぜこっち。いやー、うわすげー、すげー、わお、トンネル、トトロじゃん。いや、いいね、マジで。マジで旅って感じ。出た、見て。やば。見える、あそこ。やば。さあ、私、ボロケンは、ヤンバルクイナのでかいモニュメントに行きたいんですけど、めちゃくちゃ迷っています。これを多分右だと思うんだ。展望台って書いてあるし。あ、こっちで合ってるっぽいですね。はい、ということで皆さん、僕は今沖縄最北端の辺戸岬の周辺にいるんですけど、でかいヤンバルクイナ像があるみたいな感じで言われたんで来てみたんですけど、どんだけでかいかちょっとお見せします。こちらです、でれん、でかーでっかー、こんな感じでございます。でかすぎっしょこれ。ほいとこで巨大ヤンバルクイナゾバこんな感じでした。僕多分昨日とか今日も言ってたと思うんですけど、沖縄の北の方に来たの初めてで、まあ北の方とかさ、あんまりこうさ、いわゆるお店ショッピングセンターとかもちろんないけれども、あいった、辺戸岬とかそういったものもあるんで、自然が好きな人、アウトドアが好きな人とかはもうすごく楽しい場所なんじゃないかなというふうに思います。ちなみに下から見るとこんな感じです。もう下から見てもはやわからんのじゃ。なにこれ、本当沖縄本当最北端のファミリーマートです。こんなファミマ、何パネル用意してるファミマ初めて見たね。すごっ、ちょっとお茶買ってきます、喉乾いちゃった。やっぱ暑いね、11月の沖縄は。さあ、ということでやってまいりました、2日目、最大の目的地である、もう沖縄といったらここといっても過言ではないねっていう氷島でございます。じゃじゃーん。まあね、ちょっとGoPro で見ても多分わかんないと思うんだよね。はい、ということで丘の上までちょっと来てみたんですけれども、この雑木林邪魔だな、これ狩ればいいのにね。そしたらすごいもういい場所になるのにね。ちょっと微妙、ここいいんじゃない。ちょっと遠いな、でも遠いな。いやでもまあ今んところ一番、いや遠いな、ちょっと。ということで撮影スポットを探していたらいつの間にか氷島を一周していることになりました。やーべー、また変なとこ来ちゃった。また変なとこ来ちゃったよ。絶対これ通んないでしょ誰も。ちょっと、あー、どうしよう、どうしよう、楽しい、どうしよう、うわー、どうしよう、うわー、めっちゃ楽しい。でこれパッと抜けた瞬間海とかやったら最高なんだが、あ、まだ違う。まだ違うか。マジで後悔してる。
やばい、これ帰れんくなるじゃない。いやでもマジで後悔してる、やばい。頑張れ 400X、 お前ならできる。ようやく U ターンできるところに抜けました。もうマジで冗談抜きで本気で迷ってます。ちょっと一旦マップ見よう。 Google マップで調べた結果、戻るよりも行った方が舗装された道路通りに、出るのが近いということなんで、ちょっと登ります。いや 400X でよかったマジで。なんか落ちてんだけど。あ、マジかよ。いや、いけるいけるいける。 400X、 お前ならいけるマジで。あれ、ちょっと話と違うくない。いや、いける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 。あー、戻ってきた戻ってきた、よかった。ちょっとした冒険やったな。楽しかった、超楽しかった。あと 400X でよかった。やったぜ。いやー、事故なく、こけることなく戻ってこれました。で、目の前に氷大橋があるんやけど、マジで綺麗やね。氷大橋の周辺だけ色が違うもん。なんかだってめちゃくちゃ綺麗やん。で、めちゃくちゃ坂、めちゃくちゃ急な坂なんやけど、大丈夫これ。ということで、一旦氷島、また通ってあっちに戻りたいと思います。さあ、ということで氷島を後にしたいと思います。ここの砂浜でね、昔ね撮影したんだよね。なんかいやー綺麗やね。だって見てほら、こっち側の海で、ここだけ色違うくない。エメラルドブルーっていうのかな、グリーンじゃない、ブルーだもんね。でも日本のその本土の方やったら11月の海なんかさ、もう誰もいないじゃん、カップルもいないけど、やっぱ沖縄やったらまだ11月でもね、カップルとかたくさんいて、すごい過ごしやすい、いい気温だと思います。はい、ではね、氷島出発してから、お昼ご飯を食べてきました。といってももう5時なんですけどね。ということで、こちらじゃじゃん、チルコリーのバーガーさんにやってきました。こちらのバーガー店ですね、見てください、ででん、こちら感染防止対策認証店っていうステッカーが貼られてます。このステッカー何なのかっていうと、私感染症対策してますっていう、こう自己申告じゃなくて第三者機関から、認定を受けてきちんとしたその対策をしているお店っていう、証のマークらしいです。で、僕すで、にこちらもう頼んじゃってるんですけれども、こちらですね、このコルビージャックバーガー、これを頼みました。いや、美味しそうですね。よいしょ。ちょっと認証制度、この認証制度をちょっと今回紹介してくださいということで、この認証制度みんな覚えておいて、これから沖縄に行ってご飯食べようかなと思ってる人、まあ、宿泊施設とかもこれあるんやけれども、これ覚えておくといいかなというふうに思います。ということで、バーガー食べましょう。じゃん、バーガーにフォーカスが合わないけど、まあいいでしょう。いただきます。こういうのはもうガッチリいっちゃいましょう。いただきます。すごっ、これ超サクサクしてる。まあ、ふわふわなバーガーとかってあるじゃないですかね。パティもふわふわとか、バンズもふわふわとかってあると思うんですけど、このバーガー全部サクサクしてる。このバンズもサクサクで、中身もサクサクしてるから、なんかすごいポテトチップス食べてるみたい。はい、ということで、腹ごなし代もできたんで、今からですね、夜もう6時ぐらいなんですけれども、この旅で一番行きたかった場所にこれから行きたいと思います。はい、着きました。今回の旅最大の目的地であるサンセットファームさんです。やば、めちゃくちゃ映えてんじゃん。この前の車もそうだね。いや、やば。いや、こんな街中にちょこんっていきなりこんな感じのライトアップされた、これひまわり畑がですね出てきました。はい、ところで着きました。この旅最大の目的地である、サンセットファームさんにお邪魔してます。見てもらったら分かると思うんですけど、これ全部ひまわりなんですよね。で、ひまわりをこの LED で照らして、まあ、夜のライトアップみたいな感じで、今沖縄で最も暑い、映えスポットみたいな、デートスポットみたいな感じになっているそうです。はい、ところで今回の沖縄2泊3日の旅最大の目的地であるサンセットファームさんにお邪魔しました。見てください、これやばくない？だってこれ今夜っすよ。夜なのに逆光で僕顔見えてないですからね。すごいですね。畑の花々は全て収穫が自由です。こちらが受付です。代表の池原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします料金体制とかどんな感じなんですか？僕らひまわり生産してるんですけど、はい、ひまわりは収穫が自由なんですよ。まあ、テーブルにあるハサミを使っていただいて収穫していただいて、まあ、スリーブっていう透明の紙に包んでいただいて持ち帰るんですけど、はいはい、お客様の満足度に応じてファーム内のボックスにお支払いいただくっていう形です。お気持ちってことですか？そうです。めちゃくちゃなんそのロマンチックみたいな。そうですね、それが僕らの売りなんで。サンセットファームは料金がお気持ち円であるひまわり伝承菊畑です。咲いている花は自由に切り取って収穫してもいいので、ひまわりの花束を持って帰る方もたくさんいるそうです。繰り返しますが、料金はお気持ち円
ボックスの中に満足度に応じてお支払いいただければいいとのことです。今お見せしているドローンの映像などは別料金ですが、映えるし、何よりカップルで来ると最高にロマンチックな時間を過ごせるので、沖縄県と言わず全国の中でも超おすすめな場所です。はい、ところでいかがでしょうか。サンセットファームさんに来ております。どうでしょう、映えてますかね。360度カメラだとよりなんか臨場感がわかるんじゃないかなというふうに思います。さっきのね、池原さんという方が、サンセットファームやってるんですけども、もちろんこれ自然なんでね、こういった、感じでもうひまわりちょっと枯れちゃってるんですけども、11月中旬までやっていて、枯れたらまた植えて、枯れたらまた植えてみたいな感じで、自然のものなのでやってる時とやってない時があるので、サンセットファームさんインスタグラムで情報をすごい発信されてるんで、気になる方はサンセットファームさんのインスタグラムをチェックしてください。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。ございます、失礼します。ございます。よし、はい、ということで、サンセットファームさんにお邪魔してきました。いや本当にね、スタッフさんたちさっきみたいにもうめちゃくちゃ気さくな方たちで、もう間違いなく沖縄ナンバーワン観光スポットの一つだと思うので、カップルとかね、沖縄来た人たちはもう絶対行ってください。絶対楽しい、あそこはもう間違いないですね。もうということでですね、現在時刻はなんと9時でございます。やばい、マジでやばい、遊びすぎちゃった。もう本当楽しくて、だって6時に着いたのに9時までいたったっていう、もう3時間もいたってほど、楽しかったです。ということで、今から、キャンプ場に戻るんですけれども、なんとキャンプ場まで2時間かかるので、到着は11時でございます。いやー、でもね、昨日、しっかりその又吉コーヒー園で、しっかり休めたので全然疲れてないですし、眠くもないので、安全運転さえ気をつければ、スピード出しすぎずね、やっていけば、安全たどり着けるかなというふうに思います。ということで、まずは、安全に、キャンプ場まで戻りたいと思います。はい、ということで時刻は10時30分、キャンプ場に戻ってきました。いや、しんど、だいぶしんどいで。はい、ということで時刻は10時30分でございます。正直言いますと、私の体力ゲージがもうないです。で、今日何か作るのはちょっと無理なので、ご飯を、沖縄そばと、ソーキ汁を買ってきました。三品茶沖縄そばソーキ汁ということで、沖縄尽くしですね。全部インスタントで済ませたいと思います。で、あとちょっと洗い物もね、めんどくさいんで、沖縄そば食べて、沖縄そばの容器で、ソーキ汁食べようかなと思います。ちょっとね、汚いかもしれないけど、まあこれがアウトドアキャンプなんで、ご了承ください。で、今あっちで、あの方はですね、五右衛門風呂を炊いております。まあ時間ちょっと本当、めちゃ朝9時ぐらいからずっと、いろいろ行ったり来たりしててすごく疲れたので、しかもですね、明日もなんとここから那覇空港まで行かなきゃいけないっていう、ちょっと考えただけでもゾッとする。さっき那覇空港らへんから来たのに、明日の朝一でまた戻んないといけないという、ちょっとよくわかんないスケジュールになっているので、今日はもう飯食って風呂入ってもうすぐ寝て、で明日朝一でもう本当日が昇ったぐらいからちょっと撤収して、からつけてっていう感じで、やりたいと思います。沖縄そば、いや僕大好きなのよ。沖縄そばは本当に好きはい、あ、結構いい火薬とかたくさん入ってる、美味しそうですね。沖縄そば完成です。じゃじゃーん。いや、この太麺もまたうまいんだよね。逆光で何も見えないけど、そばいただきます。沖縄の味や、これ来ると沖縄って感じやな。やっぱ沖縄そばごちそうさまでした。ということで次はソーキ汁を、食べたいと思います。はい、うまそう。こんな感じなんだ。大根めっちゃ入ってるね。普通に豚汁みたいな感じなんだね。よっしゃー、ちょっと食べてみましょう。まずは大根からいただきます。おでんとは全然違った味なんだね。すごい、おでんよりもすごい優しい味です。豚肉いただきます。うん、豚肉はチャーシューの厚い感じで、誰が食ってもうまいやつこれ。ということで沖縄2泊3日の旅、2日目はこれで終わりです。おやすみなさい。おはようございます。朝の6時半でございます。もうすぐ撤収準備をしてすぐ空港に向かわないと、ちょっと飛行機の時間に間に合わないんで、ちょっと頑張ります。
はい、ということで改めましておはようございます。マトリスコーヒー農園さんを出発して空港に向かいたいと思います。まずはレンタルバイクを返却ですね。いやーちょっとねタイトなスケジュールな、旅だったんですけれども、タイトがゆえになんかいろんなことをできてすごく良かったです。まあ時間に制約がないのもいい旅だと思うんですけれども、時間に制約があったとしてもなんかここみたいな感じで多くのたくさんの数こなせることができるんで、僕は結構好きだったかもしれないですね。最終日も沖縄晴れてますね。いやいい時に来ましたね。3日間全部晴れてたので、いやすごい素敵な時間を過ごすことができました。よいしょ、高速道路で空港まで向かっています。はい、シャイケーイ。今回レンタルバイクということで給油して満タンにして返さなきゃいけないんで、給油します。はい、ということで、沖縄2泊3日の旅、レンタルバイク屋さんがすぐそこなんで、レンタルバイク返したいと思います。ありがとう 400X。 いやマジで 400X でよかった。特に小堀島に行った時、あそこのこう何茂みのところ、あそこ通った時はマジでこいつでよかったなと本当に思います。いや 400X いいね、本当いいバイク、アドベンチャーバイクやから姿勢もきつくないし、長時間走行もきつくないし、このウィンドウもあってきつくないし、すごく今回の旅に合ってるバイクだなというふうに思いました。はい、ということでレンタルバイク屋さんに帰ってきました。飛行機の時間まであとぴったし3時間あります。ただこっから、空港行って、空港行ってこの荷物はまたスーツケースに入れたりすると3時間のちょっと心もとないなと思うので、ちょっとマジで急ぎで行きたいと思います。タクシー呼びます。大丈夫ですよ、はい、空港までは。で、あ、大丈夫です。よいしょ。寒くもなく暑くもなくちょうどいい、すごくいい時期でした。昼はもうね暑いですけど、そうですね、朝とねちょっと夜は日が暮れるとちょっと寒くなっちゃうんですけど、昼はまだまだ暑いぐらいです、ね、半袖でいいぐらい。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、爆速で那覇空港まで着きました。最後ヘルメットを入れてたこの袋のこの紐がちぎれちゃって、肩にかけることができなくなるっていうハプニングが起きたんですけども、まあ、なんとか、飛行機の時間に間に合って、九州の方に帰れそうな雰囲気でございます。ということで、ね、沖縄2泊3日の旅はこれにて終了なんですけれども、沖縄にちょっとでも行きたいなっていう方はぜひジェットスターで沖縄に行ってみてください。まあ、前編で説明したんですけども、クラブジェットスターっていう、1年間で3980円の有料会員みたいなやつがあるんですけども、それに入るとお得な金額で、航空券買えたりするんで、気になる方はまずクラブジェットスターとかでチェックしてみたり、まずは自分のお住まいの地域からジェットスターでいくらぐらいで沖縄に行けるんかなみたいなのも、検索してみると、まあ、ちょっと楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、シーサー。